日はラフォーレ原宿のヘルキャットパンクスの店舗に遊びに来ました。なんかすごい原宿って感じしますね。やっぱりちょっと黒とパンクのアイテムでいっぱい揃っております。ヘルキャットといえばあれ骨ピンとか人気ですよね。チャリーが頭につけてたから骨ピン、あ、これこれこのリボンと目玉のこれがやっぱヘルキャの代表的なアイテムな気がします。グロテスクなアイテムもいっぱいあります。コウモリがいっぱいついてますよ。うん、ケアとか大好きな子は絶対に通る道だし、うん、パンク好きとかなんか別に音楽じゃなくてもファッションとしてパンクとかロックとか好きな子は絶対に好きだと思います。うん、なんか面白い、なんかカバンとかに猫の尻尾がついてるんですよ。これも普通のパーカーと思いきや、うん、猫耳、なんかフランスの人とか好きじゃないですか。フランスのゴシックパンク好きはすごい好きだと思うんですけど、そうニューヨークに旅行に行った時にニューヨークですごいなんか有名なアーティストとかいっぱい通うパンクのお店みたいなとこがあって、そこにヘルキャットパンクスのワンナックあって、そう、何だと思ってカタログとか置いてあって、あれ自分乗ってるみたいな超びっくりした。ヘルキャットパンクスのブランドのコンセプトを教えてほしいんですけど、はい、80年代のパンクロックを今風にアレンジして今時の女の子でも着やすいような感じの洋服を、なるほど、はい、展開してます。なんか今売れてるアイテムとか今季おすすめのアイテムとかってあります？あ、早速紹介してもらいます。お、結構今季はロカビリテイストの、はい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 、うん、ワンピースがおすすめです。かわいい、ストライプ今流行ってますしね。でもこっちはオリジナルプリントのドクロのさくらんぼがモチーフで、かわいい、毎年大人気のカラーで、ドクロさくらんぼ、うん、なんか下にちっちゃい T シャツとか着ればカジュアルに着れますし ね、逆に1枚できたらちょっとエッチな感じで、はい、うん、結構着やすいですね、着やすそう、おすすめです。丈感もちょうどいいし、はい、あとやっぱヘルキャって言えば超売れた、これめっちゃ売れましたよね、手の骸骨のやつ、ネックレス、すごいですよね、感覚が掴まれてる。これとかすごい透けてる、これは暗いところで光るようになってます。じゃーん、パーティーとかにもおすすめ、パーティー向けライブハウスとか良さそうですね。 DJ される時とかいいんじゃないですか。いいです、どっちこの手がみたいなこっちこっちみたいな、かわいい、もうずっと大人気でですよね。どんなお客さんが多く来店されますかね。結構ビジュアル系好きの女の子が多いですね。あとはケラとかジッパー読まれてる女の子も多いです。外国の方とかも多いですね。ですよね原宿といえばね、やっぱこういうファッションがずっとあってほしいですよ ね、 ね、代表的なものだから、はい。これがですね、こう被るとお化けに、かわいい、お化けになりました。お化けワンピース、ロゴがポイント、あ、これやっぱ1枚でかわいいですね。これもついてるんですよ、ポッケから出てきました。なんと今回、プレゼントの方がいただけるという噂を聞いたんですけど、はい、たくさん用意しておきました。ありがとうございます。こちらです。
じゃじゃーんと来ました。すごい、さっき紹介したアイテムばっかり。これはリボンの目玉のヘアゴムと骨ピン、人気の骨ピンですと、猫のメッシュキャップと、今人気のチョーカーですね。こんなにいただけるんですか。はい、わあ、やったー、ありがとうございます。はい、こちらのプレゼントは原宿かわいいスタイルのホームページの方をチェックして応募してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いっぱい、わー、やったー。マスクもつける。お化け慣れますよ首につけてもかわいい。いいですね、お化け気分。はい、OK です。